その通りよ。私もさすがにこれだけの魔法使いとまともにやり合うつもりはない。いずれ退散するわ。ユリカ、あなたをこの手で始末してからね。バインドパーソンモディファーダブルアペッション。 BB は米国にいた頃恋仲であったと。 BB とイジが、そうして奴はまんまと餌に釣られてここにやってきた。疑問に思っておるのであろう。それはわらわのボイドメーカーがお主の力の発言を妨げているからじゃ。僕はどんな形でも頼ってもらえて嬉しい。どうせ家に帰っても8時まで誰もいないしさ。姉様落ち着いて。さあちゃん、一緒に研究所に帰ろう。そりゃちょっとは嫌な検査とかあるかもしれないけど、私たちは外の世界では生きていけないんだよ。押してやるんだから、ここをこうしてこうネットに繋いじゃったりなんかして、名前はあにしてやる。そしたらこう設定してこうだ。テストで私とフレンド登録してやったから感謝なさい。串田さんがいるなら私は必要ないでしょ。私とあなたの関係も同じよ。それに気に入らないわね。何がしたいの？変だと思ったよ。千秋って手も握ろうとしないし、でも普段親友みたいだったから恥ずかしいのかなって。別にそれでもよかったよ、近くで千秋を感じてたから。でも私たちの距離って近いだけで少しも届いてなかったんだね。それでは法律貴族ギャビストン家の血を引く私、リリー・ギャビストンが勝敗を見届けます。双方準備してください。おっと、そちらの皆さんも下がって。このこの絵通ったこそ、大勢の女を泣かせてきた恐るべき女殺しの一族、スプリングフィールド家の末裔なの。飾るたちが成敗してあげる。覚悟はいいかって。あんたさ、このままじゃマジで消えるよ、この世から。猫かぶってんじゃねえよ。いいの？クズ扱いされたまま消えちゃってさ。悪いのは周りの奴らだろ。心の底でいつも言ってんじゃん、みんな消えればいいってさ。これ痛い。痛が、よう減り減るな。けど、いいよ、これ。あの、とても大事なことなので厳密にしておきたいのですが、テオ様も私のことを愛してくださっているのですよね。言い合いしてる暇はないわ。出し惜しみはなし。まだ数は足りてないけど、いざやい。今まで何をしていても変わらずにいてくれる？お父さんに誓って約束します。そっか。いや待てよ、なんかおかしい。私にこんなハッピーが降りかかるはずがない。あれ、予定と違う。夏夫、今日は泣いていいんだぞ。お母さん悲しがる。冗談、秘密なんでしょ。内緒にしておくね。その代わりに私の言うこと何でも聞いてくれるよね。これは朝急いでて。いや違う、私は遅刻なんてしないわ。いつも余裕よ。だからそのファッション、ファッションよ。つか、協力する練習だ。うん。1の型、うん、2の型、うんうん、3の型、うんうんうん。いい感じだぞ、禰豆子。うん、部長、また無理やり入部の勧誘をしてましたね。そんなことして部員集めても意味がないって言ってるじゃないですか。使えねえ。あのね、ホラー好きの誰しもがお化け屋敷が得意なわけじゃないの。自分の身に降りかかるホラーは苦手なホラー好きだっているの。私は余裕だけどね。それをいかに覆し議案を可決させないか、そこが私の腕の見せ所です。しかし言い換えてみれば、この議会は無責任ゆえに、いかなるしがらみ、法にも正義にも真実にさえもとらわれません。でもね、いいんだ。ん？私がどうしたいかで決めるから、
どんなにめんどくさくても私花子